和骨です、どうもいらっしゃい。何旦那こんにゃく食ってんのこんにゃくはね、練りからしをガッツリつけるとうまいです。和骨です。誰だろうポテハン、もしよければつけてってください。これ期待値の前ってな、いつのこれ、この前のさっきか、じゃあ、あ、クミンさんどうも。あ、洞爺湖か、そうかそうか。ブーちゃんだ、ブーちゃんです。おー、練りからしないな、マジで。おでんにからしないと美味しくなくね。クミンさんいらっしゃい。はいはい、どうも。クミンさんいらっしゃい。ブーちゃんだ、明日取る休みだよ。へい、なんか来る感じでした。生主っつうのはそんなもん。お嬢様に行った。おむしを見たかった。旦那出たがるんでしょ？じゃないとね、あのね、ラジオのね、宣伝でね、俺はね、カメラに向かって指をささないよ。そうだな。なんとなくあれがやりたかったから俺はやったんだけど。お客さんが勧めるからやったけど、だからこれを自分でやろうと思って進んでやる人って結構目立ちたがりなんだろうな。だってそういう承認欲求がなければやらないって。俺も出たがりで、旦那も出たがりだよね。だって俺らの時代のってね、今だとね、なんかやっぱりラジオのパーソナリティとかやっぱり憧れたら、ラジオの DJ とかっけな、ああいうやってみたい。でも今個人でいくらでもできる時代になっちゃったからね。なんなら来年やります。来月ぐらい？来月かい？うん、とりあえず俺はもうちょっとしたら来月のシフト出るんで、それは旦那様に送る、いつも送ってるから、それでちょっと話し合いしましょう。今田さん LINE くれれば、今田さんの LINE がね、もう過去すぎて見つかるかわかんないから、一応スタンプかなんか後で送っといてもらって。だって。スタンプしといて、今田さん。俺の LINE に。たま様の携帯に LINE で、スタンプを送っといて。あ、スタンプ送ります。うん、はい、今送る。今送られてもこれスマホでやっていくからね。まあでも通話しなきゃね。うーちゃんの、ね、飲みたいんだけどさ、忙しいのよ俺も。1ヶ月ずっと動画ばっかり絶対絶対無理。人は YouTube だけで食っていけるのかみたいな。食えない現象。時給5円とか何の仕事？いるだけの仕事でそれ。クミンさん安すぎね。時給500円とかさ、だったらまあ毎日だったらとりあえず行けるかな。あの並ぶだけの仕事みたいな。ああ、そういうね。打ち込め、打ち込め。それ紐っつんだよ。空気だけ吸って生きてる人間は紐って言うんだ。でも生きてるだけで時給で5円出るってある意味すごいと思う。今札幌の最低賃金は800円。ああマジで。人と会ってないとやっぱりね、なんか腐ってっからね、やっぱり。だってクミンさん、なんかね、そう、俺はインフルエンザで引きこもってたね、ほんと思った。じゃあ、日給で2000円。タブレットは 来月切りますけど、うん、タブレットやっと2年間経ったんで、契約来月切れるんですよ。やっと1万6000円ぐらいまで落ちる。かかってるんですよ、僕。これが取り出しの交通経費約6,089円。くれ。交通経費だけで6万って何それ。なんかあのね、会社が落としてくれないんだけどね。もうなんかでも、クミさん走り回ってるからね。だってクミさん、自分の車でだって営業してるじゃん。ねえ、会社としてはそれ以上の利益を出してると思うんですね。うん、素晴らしい。頭様頑張ってボーッとこいてる。ん、
今なのに3歩来たからね、間違って2回同じ3歩2回落ちちゃった。ちょっとあの身内ネタばっかり話しててもあれだから、ちょっとこちらの告知ちょっとずつしながらやりましょうか。うーん、とりあえず来年、来年1月から、うん、月末、うん、日曜日、最終日曜日に10時から、うん、2人のラジオを始めます。お、ドル生ラジオはい、で、生放送でニコニコの方でやります。はい、で、その動画に関しては、ラジオでは画像は映しません。うん、多分タイトルとかコーナーとかのタイトルちょっと作んなきゃいけないです。うん、それだけ作って毎回画像だけでいきます、ニコ生は。はい、ただ放送中は、うん、ウィズ B じゃないんだ、その画像は YouTube に上げるために僕らビデオを回しながらやります。で、YouTube の方で後日、うちらが生放送でどういう動きをしてたとか見れるような画像の方も上げます。あります。もう来年からはもういろいろ企画がね、はい、出てきて、まあコーナー、ラジオコーナーもなんかいろいろ進化していくと思うんで、うん、とりあえずね、今うちらの中では作ったんで、コーナーは、うん、そこをやりながら、そう、まあね、まあその、まあ、画像分のやつは YouTube にね、なんか一部ずつアップするみたいな感じかな、うん、で、くれて見えるので、またまあ、聞き逃した人もそっち見たら、まあ見ないことは見れるけどね、うん、あの、ニコ生の方にはタイムシフト残しません、うん、残さないので、だできるだけ YouTube の方にはすぐアップして、 そっちの方を見てもらうような形、うん、そう、アーカイブとしてニコ、あの YouTube の方に残します、画像付きで、うん、で、コーナーやるんですけど、後日ちょっと公表しますが、お便りとかは全部今 Yahoo メールで作っておりますので、受け付けるところを作ってますんで、そちらの方後日作ってちゃんと全部形になった時に皆さんにお知らせします。なので皆さんメールの準備もしておいてください。確かに、ね、メールでやっぱりやらないと厳しい、うん、うん、あれツイッターないの？ツイッターの DM とかないの？どうなんですか正直、いや、生放送をしてる間とか、生放送これから始めるよとか、うん、今日のトークテーマみたいな感じでやる分には全然いいと思いますけど、フルでのコーナーでここに送ってくれっていうところは多分、うん、ツイッターは厳しいと思うんですよね、うん、ドルドル TV 会員書作りましょう読まれたら会員あのなんかうまい書クラブみたいな会員制ラジオ番組うまい書クラブみたいなまあ、うちらも後々ね、なんかグッズ出してもいいのかな、なんかだいぶ前に話してましたよね。ああ、そうですね。あっちの方が、まあ、動ければ。まあ、そうだね、うん。まあ、T シャツとかね、作りたいので、うん、T シャツ、パーカーとかそういうのは、そういう、まあ、タオルとか、うん、あったら面白いね。なんだろう、うちの店を大々的に売り出したら、そういう人たち集まるんじゃないかなって。YouTuber だらけの。札幌の YouTuber ですよね、集まってほしいよね。北海道 YouTuber 大運動会みたいなね日曜日一人札幌 YouTuber の会とかってダラダラやってるから誰か来ねえかなっつってでもやっても面白いかもしれないですね。定期的に日曜日やっちゃうのが誰か来るかも、1万6000円6000円ぐらいかめっちゃ高いね。いや、いるんですけどね、動いてることがもうそんな少ないんですよね。北海道でコラボしてますって公表的にドンって上げてる人たちが少ない、うん、北海道の YouTuber ですよっていう人たちが少ないんですよ。そう、3枚で1万2000円どんくらい、あの3枚になった瞬間にもう完全に、あ、違う、2枚の状態でもう元取れないまあ1枚がね、1枚単価がいくらでできるんですか、うんうん、
そこは。あの、学校祭のクラティとか作った時の、ああいうダンクで作ると多分安いんでしょうね、うん、大量に買うから、うん、あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。そんな時間時間はね、左下から見えないの、うん、11名さん来てるから、うん、知らないね、そして、ね、また後で、また後で。